喝高級、一族の誇りを胸に。合皮はたびたび呉の侵攻を受けておりますが、ぶ中達では早速。世の人々は蜀は諸葛亮という竜を得て、呉は諸葛金という虎を得た、そして魏は諸葛丹という犬を得たという屈辱的だが、この評価もすべて我が無能ゆえ。有能なる諸葛一族でありながら、いまだ何もなせずにいるこの身の不明ゆえ。諸葛丹、あざ名は高久、世に名高き諸葛一族の一人、兵や民からの信頼も厚い魏の将軍である。彼の仕える魏は今呉討伐に動こうとしていた。魏の宗久が呉の交渉周報と共に石庭への侵攻を試みる。諸葛丹もまた手柄を立てるべく出陣準備を整えていた。だがついに汚名返上の機会が来た。今より我らは孫吾に対する戦線に加わるべく受信へと向かう。はっ、我らの命諸葛丹殿に捧げます。諸葛丹殿に勝利と栄誉を。皆感謝する。この諸葛高級、必ずや皆の期待に応えてみせよう。ご入り用で。またお待ちしてます。
よかった。周法を信じてしまう。俺の不明だからこそ、リクソンを倒し皆の信頼を取り戻す。五軍の勢い、燃え盛る炎のよう、うっかり城から出れば焼き尽くされそうね。宝庫の憂いなく城攻めができています。後方との連携がうまくいっているからですね。そちらに反撃の機会など与えません。ジュシュンは凍てつけ四号が制圧します。指揮官、リクソン様、占領した拠点より援軍が到着しました。嬉しい知らせですね。これで味方の戦意も上がるでしょう。優勢がこうも覆されるとは、私の慢心が招いた結果です。よし、我が軍の勝利だ。我が軍に戦場できたのは皆のおかげだ。皆のおかげ。報告によると、
力を合わせればこの苦境を脱するはずだ。友軍を助け、五軍撃退の準備を整えよう。我が一軍に対応、今後の総力で合皮新城は包囲した。進め、今こそ総魚を打ち倒すのだ。伝令、五軍の勝者が戦場に現れました。伝令、五軍勝者が合皮新城正門前に門が攻撃されています。我が一軍に耐えよう。正門に迫る五軍は家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。目障りなとこは潰しちまうか。みんな力を貸してくれ。ついてこい。伝令、家計部隊が撃破されました。資材が奪われ家計を実行できません。家計を読まれていた。さて、これはどうしたのか。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。この地を狙う。ついてこい。我が一軍に耐えよう。申し上げます、五軍勝者により城の正門が破壊されました。防災勝者を持ち出されるとは。さすがに兵器は防ぎきれなかったか。行けつけ。裏口の警護がおろそかでしたね。速やかに侵入し、魏軍の兵器を止めます。五軍が裏から来ただと。カツ、今からでも遅くない。迎撃せよ。またしても破れると。絶好の機会であったというのに。なんとか苦境を脱することができたか。みんなに協力してもらった甲斐があったよ。ようやく五に雪辱を果たすことができたな。芝居。神秘殿、ご上限で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。
川ギル、ここまで攻め込んできましたか。ですがここで引く手にはいきません。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。敵の痛いところをついておくか。我が怒りに耐えようはあの地だ。行くぞ。行けつけ。火を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。ここは一度引きましょう。引け。この一度は私にとって最後。おい、知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。思い知れ。芝居殿、しばし殿、聞きましたぞ。魏軍の指揮官となられたとか。私は常日頃、しばし殿こそ葬儀の柱となる方だと思っていました。あなた頼もしいな諸葛丹。その期待に報いられるよう私も力を尽くそう。今の私はまだ。そのようなことはありませぬ。しばし殿の才覚には皆が期待を寄せております。こたびの高尊園の鎮圧も安心して望めるという。蝶も同じことを言っていたな。芝生殿ですか。兄君がこうして大役を任されたというのに、あの方はいつまでもヘラヘラと。もう少しあなたのように真剣に。あ、いえ、失言でした。もよい。そう評されるのは将の振る舞いに非がある。身内だからと私に気を使う必要はない。しばし殿、なんと度量の広いお方だ。この諸葛光弓、生涯あなたについて行きます。うん、お前の忠義。高尊園はこちらの。我が敵は城平城にあり、速やかに高尊園を撃ち乱を鎮めるのだ。
敵の足場を崩し戦意を損。者ども城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み敵の疲弊を待つのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。我が怒りの兵隊は定まった。敵の足場を崩し戦意を損。我が縁が、我が城が、芝一族め、おのれ！城兵は落ちた。我らの勝利よ。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。芝居殿、花光源殿、曹操殿が蜀への侵攻を決めたって聞いた。私にかかる。蜀など敵ではない。手始めに漢中を落としてやろう。ここで防御態勢を取るのだ。魏軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。
しばし殿らが。みなよく集まってくれ。速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の曹操を討つのだ。立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。後半がショック。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しま、心球場に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。兄上は双方殿を排し、双方殿を擁立した。そんな兄上のことを董卓と重ねている者もいます。俺としては全力で否定したいですが、どうしたらいいと思います？ふん、将、私に嫌味の一つも言うようになったか。双方の下では私のやり方は貫けぬ。故に新たな帝を立てたまでだ。言いたい奴には言わせておけということです。申し上げます。呉の孫権が死亡した模様。将、これは呉を切り崩す好機だぞ。すぐに呉へ進攻する準備をせよ。私も急に帝にお伺いを立てる。わかります。この呉討伐で兄上の本当の意味での評価が決まる。俺のできることは一体。
状況を報告してくれ。はっ、五軍は皆盛況で、我が軍は苦戦を強いられております。孫権が死に弱っていると思っていたが、かえって五の将兵は奮起している。しばし様申し上げます。我が方の戦線は完全に崩されたか。しばし殿、申し訳ございません。将兵一同奮戦するも力及ばず。ま、仕方ないさ。今回は向こうの先方の動きがすごすぎた。仕方ないですと。我々は兵や民の負担の上で戦をしているのです。それをあなたはそのように。将の言う通りだ。諸葛隊よ、勝敗は戦の常、敗北を認めることも戦のうちだ。孫権を失えばもろかろうと踏んだが、将兵の気骨と粉塵、さすが孫吾と言うべきか。何故みんなを引かせますか。無駄に死なせたらそれこそ兵や民に悪いですし。席は全て私が負う。私の名で各軍に撤退を。これから号令しますよ。敗戦の席ってのがあるなら、兄上と俺二人で追いましょう。我が天命、未だその時ではないか。我が軍は五により分断された。合肥新城の道、全力で切り開くぞ。多くの味方が散り散りになっちまった。かき集めて撤退しないとな。包囲した。各軍それぞれの方角から攻め寄せよ。主軍と分断されてしまうとは。私の力でどうにかせねば。進軍を命じる。我が
他の血を手中に収めるぞ。今こそ敵の要所を叩け。なんとかしのいだか。ガブ神城を目指し撤退する。敵将討ち取った。この勝利の喜び胸に刻もう。これで五軍は調子に乗って追撃してくるでしょう。まあ、しばし殿も思ったよ。今はそこではあるまい。これを防がねば、こたびは義が危うい。我々の任務は孫悟の侵攻をいかに防ぐかだ。敗戦の割には味方の混乱は少ない。しばし殿が潔く敗戦の席を負ったのが功を奏した。資源殿は大丈夫でも、師匠殿と諸葛丹殿は別にいいんじゃないですか。諸葛丹殿はしばし殿に心酔している。今もその名誉を回復しようと躍起になっているはずです。いずれにせよ、ここで持ちこたえねばどうしようもない。せいぜい生き残りをかけ、おのおの全力で任に当たるとしよう。
やはり五軍は勢いに乗り、この合肥新城に進軍している模様です。防衛体制を再構築しましたが、先の戦いの傷は深く、勝てるかどうか。諸葛丹、弱気になるな。上に立つ者がそんな態度では全軍の士気に関わるぞ。はっ、この諸葛光球、兵卒と共に五軍はすぐそこまで来てますよ。石膏が敵の動きを察知しました。仕掛けてきたようです。兄上、号令をお願いします。我らはこの城を失うわけにはいかぬ。皆頼むぞ。合肥新城に戦力を集中させよ。苦しむ兵を諸葛閣は一個だにせん。もはやあの男にはついていけぬ。まさかサイリン様は義に寝返る気か。このことを急ぎ諸葛閣様に知らせねば。気の毒なことをした。しかしこれ以上諸葛閣の元にはおられぬ。諸葛閣は兵を顧みず進軍している。このままでは疫病の蔓延を抑えられまい。私でも役に立ったか。いつもながら見事な武勇、策の出番もありませんな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。高校で勝利し、勢いは今我らにある。この機にしばしを打ち取るのだ。太刀に乗じる敵の勢いは侮れぬ。我が威嚇の賢明が試されている。兵器を出せ。高台より義軍を打ち崩すのだ。体が熱い。熱っぽいとは思っていたが、これは、手ごろな貨幣とは侮りすぎたか。だがここで負けるわけにはいかんのだ。
我らは山道口より進行する。城内の義軍を総統戦。まさかこの兵力差で敗れようとは。これが義軍の底力か。皆よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦忘れはせぬ。合肥新城の城壁にはほころびがあるらしい。そこから侵入できるかもしれないぞ。合肥新城は守り通した。地図を書き直さず済んだのは喜ばしい。喜ぶのはそこですか。おめでたい人ですね、あなた。諸葛さん様、俺たち勝ったんですね。ああ、これもしばし殿の采配と皆の働きのおかげだ。本当によかった。泣くな。これからもしばし殿についていけばいい。あのお方は天命。兄上はみんなの英雄ですね。諸葛丹命、大げさなことを言う。でもこれで兄上の実力は天下に知れ渡りました。道は開けたんじゃないですか。それこそ我が天命に聞いた方がよかろう。今や義はしばし殿なしでは立ち行きません。合肥新城の勝利がそれを物語ってくれました。うん、ようやく私は理想を。報告があります。京尉率いる職軍が北上を開始したよ。呉に勝利したばかりだというのに。今度は職ですよ。人気者はつらいですね。しばし殿、呉に続き職軍も撃退すれば葬儀に敵なしと国内外に知らしめられましょう。乱世の終結を早めることもできるか。全軍に号令せよ。鉄狼山に向かい職の攻勢を防ぐとな。味方将兵の士気は天をもつかんばかりです。ここで職を破り天下の趨勢を決める。将、頼んだぞ。はい、任せてください。しばし殿、この諸葛公宮にもお言葉をいただきたく。うん、合肥新城以上の活躍を期待している。はっ。諸葛丹、軍勢の様子を見たい。案内してくれ。はっ、どうぞこちらへ。諸葛丹、大丈夫か。兄上への心酔も過ぎればそれはただの犬だ。ま、兄上にとっては忠実な部下だ。俺がとやかく言う必要はないか。この進行を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。上昇の悲願必ずや。今度こそ北伐を成功させるのだ。増援が送られている模様。敵の層は厚く、総鎮様が苦戦しています。厄介だな。何か止める手段はない。
もう一つお知らせがあります。ジョス様が味方を攻撃しているとの方が。待て、ジョスはそんな奴じゃない。それは敵の偽物だ。手を打たねえとまずいぞ。キザを抜けば鉄郎さんは目の前だ。いや、恐れず進め。私の真似打ちを抜けるつもりでいるとは。気ない、身の程を教えてやる。ラケンが援軍を出してくれている。ここは有利に運べるはずだ。なんたる不覚、軍神に連なる一族として何もできぬとは。我が遺跡に奪えよ。何もなせぬのか。口を信が絶対だ。皆力を絞る。討ち取った。この勝利の喜び胸に刻もう。こうやるな。その調子、その調子。この周辺の守りにつく。さっさと準備をしろ。知らずの賊どもが、この私が粛清してやる。両家殿の援軍があるから大丈夫。よし、この調子で頑張ろう。我が遺跡に歌えよ。せめてもの恩情だ。一息に攻めるぞ。私に力があるわ。役立たずでごめんなさい。早速やってやがるな。俺も一暴れさせてもらうか。この勝利の喜び胸に刻もう。私を差し置いて目立つとはいい度胸だ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。せぬぞ。我が遺跡を奪えよ。
三国無双だ。きっとやりにくいのは覚悟の上。けど迷っちゃダメだったのにな。この勝利の喜び胸に刻もう。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありません。援軍が止まった。まさか馬体殿に何かあったのか。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。私は上昇の食感の願いを追っている。お前たちの前に屈するわけにはいかない。
おもしまだだ。陣の世をなすため私は倒れるわけには。修練を積み再戦を期す。の息子芝生よ、貴様を討ち亡き上昇への手向けとする。ああなるほど、道理で血眼になって俺を追い詰めるわけだ。父上、あなたは随分と恨みを感じたよ。ジタバタするのも面倒くせえ。やるならさっさとやってくれ。しばしだ撃て。諦めるな。お前の天命はまだ先にあるのだ。はい、兄上。我らの勝利などあなたの怪我を考慮すればなきに等しい。なぜその身を危険にさらされたのです。期待にそぐわずすまんな。しばし殿、そのようなことは決して。戦場に身を置けば傷つくことも当然ある。あまり騒ぎ立てるな。それより呉と蜀の攻勢をしのいだことで魏の天下がまた一歩近づいた。これからも私に力。しばし殿、喜んで。さあ急ぎ傷の手当てをしましょう。これが自分を粗末にした代償だというのか。俺には重すぎる。いや、その代償を払ったのは他ならぬ兄上だ。兄上、俺は最後まであなたを支えると誓います。それがあなたに救われた命のただ一つの使い方です。諸葛官、国力を回復した蜀はついに北伐を再開した。一度は敗退するものの指揮官の脅威は諦めることを知らない。先人の志を果たすためなおも魏を攻めようとする。だが遠征の負担は大きく、国内では反対の声も上がっていた。一方魏では実権を握った芝一族がその地位を固めていた。だがその独裁を不満に思う者たちが不穏な動きを見せ始める。内乱、そして何度でも攻め来る蜀との戦い。戦で傷を負った芝氏の肩に
大きな重圧がのしかかっていた。兄上の怪我の回復が思うようにいかない。今は体を動かすのも辛いみたいだ。芝生殿。おや、想像しいのが来たようですよ。呪春にて官球剣と文剣が反乱を起こしたそうだ。なんだって。官球剣は五都の戦で実績があり、葬儀への忠義も厚かった。私にはこの方がにわかには信じられぬ。官球剣はあの花光源と親しかった。花光源が処罰されたのを見て動いたんだろう。花光派と同じようにな。芝生殿、こうしている暇はないのでは。紹介殿、控えて。でも師匠殿、資源殿が動けない今、あなたが反乱を収めなくては。確かに俺は兄上を最後まで支えると誓ったけど、官球剣を打つことで本当に乱は収まるのか。反乱した奴を打ってもまた別の反乱が起きるだけじゃ。芝生殿、国家の危機に何たる悠長さか。芝氏殿ならそのような逡巡などせず我らを導いてくださるというに。もうあなたに任せてはおけない。私は先に巨匠にて戦支度を整える。師匠殿。分かってる。元気、ついてきてくれよ。諸葛丹殿も脆いな。芝氏殿に必要以上に傾倒していた結果がこれだ。それを抑えられぬ芝生殿にも呆れるが、この混乱大いに私の出世に利用できそうだ。諸葛丹様、官球剣は五と組んだと聞きました。勝てるのでしょうか。この巨匠にも反乱を企てている者がいるとか。いみんなうろたえるな。兵がこのような様子では民はより不安に思ってしまう。しかし、なあ、まあみんな落ち着けって。芝生様、これが落ち着いていられますか。反乱に次ぐ反乱でみんな何を信じたらいいか。みんな、私を信じて聞くのだ。私がお前たちを必ず乱世の先まで導いてやる。だから安心してついてくるといい。芝氏様、ありがたきお言葉。俺たち一生芝氏様について。さすがは芝氏殿。兵士たちも落ち着きを取り戻したようです。兄上、そんな体で動いて大丈夫なんですか。将、一刻も早く乱を鎮圧するのだ。
芝一族に反感を持つ他の勢力や他国からの侵略をこれ以上招いてはならぬ。ですが兄上、案ずるな。私とお前ならこんな乱などすぐに収められると。兄上、出陣するつもりですか。兄上、あなたという人は。わかりました、俺も一緒に出陣して兄上を支えます。盾にあがく者たちを消し去る好機、緩急剣と分金を討ち取れ。分金あこ、分事件参る。火を持たぬ者たち、制裁を加えようぞ。弟の分子だ。俺たち兄弟がいる限りここは渡さないぞ。行けつけ。正面から攻めるは愚というもの。裏手に回り敵の不意をつくが上策。なんで後ろから敵が。まずいぞ。背後をつかれるとは迂闊。落ち着け。動揺しては敵の思うつぼだ。我が勇を耐えろ。この借りは返すぞ。いつか必ずだ。我が力及ばぬとは。さらなる鍛錬を積み次こそは。任務完了だ。しかし文王の名だたる将にも引けを取るまで、この勝利の喜び胸に刻もう。私を差し置いて目立つとはいい度胸だ。敗走。拠点は敵の手に落ちた模様です。なんだと、芝一族め、よくも我が息子を。汚な芝一族め、貴様らの思い通りに消されてなるか。葬儀を乗っ取らんとする逆賊芝氏め、この横暴、その傲慢、許しはしないぞ。芝家の戦を止められるか。もはや引くしかあるまい。これより味方の援護に向かう。続け。
これで乱は収まろう。だが傷も癒えぬのに少々無理でした。敵将討ち取った。しばし殿、逃走中の環球剣を捕獲しました。しばし殿はご不在か。ああ、傷の状態が良くないんで先に巨匠に帰ってもらった。すまないが俺が代わりに聞く。報告を続けてくれ。承知した。文金文王親子は後に逃亡、すでに我らの届くところではなく。まったく環球剣はどうしようもない無能だな。呉の援軍も生かせず、文金などという手に余る男を引き入れて敗れるとは。だが文金の息子文王の活躍は敵ながら見事だった。あの者を呉に追いやったのは後の憂いとなるかもしれん。師匠、少し耳を貸せ。王陵、環球剣、文金、相次ぐ反乱には何かつながるものを感じる。黒幕の存在を疑うべきだ。ああ、しばし王様、しばし様が邸宅にて。お、なんだって。すぐに挙手。バカめがと一喝されるぞ。過ぎた時を悔いることに意味はない。今私は己の天命を悟った。我が天命は将、お前へと芝一族の系譜をつなぐことにあったのだ。やめてくださいよ兄上、そういうのは俺には重すぎます。師匠、しばし殿の最後の言葉だ。しっかりと聞け。カジュ、お前。カジュの言う通りだ将。私は最後に全てをお前に託す。最後のものを束ね、明日葬儀の未来を新たな時代に開く。しばし殿の怪我は相当悪いらしい。工事は弟のしばしょう殿に託されたとか。またとない行幸よ。しばしょう殿に父や兄のような器量はない。しば一族の何をふざけたこと。義が二国相手に立ち回れていたのはしば殿やしばし殿の指揮があればこそ。しば一族が指揮を取らねばもはや義は立ち行かないというのに、しばしょう殿はやってくださらんのか。
自分はこの度義弟宗坊様より安政将軍に任命されました。先ほど蜀が再び侵攻してきたとの報を受け、将軍としての任務を果たすべく断刻で迎撃しようと思っております。つきましてはぜひとも芝生殿にも出陣していただきたい。そうか、だが俺は帝から巨匠を守れと命じられている。ならば私に任せてもらえないだろうか。洛陽に赴き当該殿を後方から支援しよう。ああそうだな。これだから諸葛丹殿、私たちは芝生殿に来ていただきたいんですよ。あなたはすぐに激高して正常な判断を失う。それこそ助けになるかどうか。なんだと？生涯言い過ぎだ。これは失礼。そうなったのも芝生殿が出陣を渋るからですよ。私なら帝に伝えがあります。芝生殿を断刻に行かせるよう進言してもいいですよ。師匠殿、不本意この上ないけれど、ここは生涯殿を。ああそうだな、よろしく頼む。生涯、結構な判断感謝しますよ。では我らは先に断刻に向かいます。行きましょう、当該殿。諸葛丹、聞いてくれ。お前には別の頼み事をしたかったんだ。寿春の地は今、相次ぐ反乱によって荒れに荒れている。民に慕われているお前に、寿春の復興を頼みたい。私は寿春は義と呉の国境、必然的に呉への対応も任せることになる。諸葛丹頼む、お前にしかできないんだ。先ほどの提案を流されたのはいささか不服であった。だがこの退任は私にしか果たせぬと自負している。寿春のことも呉のことも全てお任せを。では。いいのか、求心力があったのは関宮圏も同じことだぞ。果樹、不和の種になるようなことをいちいち口に出すな。他人を信用するなとは芝居殿の遺言だ。忘れたか。いや、諸葛丹を洛陽に置いておく方が危険だ。関宮圏は洛陽からの密書を持っていたという話もある。内乱を扇動する敵は洛陽にいると。わかった、調べてやろう。任せた。つってもあんまり気乗りしねえけどな。諸葛丹は五軍をよく食い止め、関宮圏と文金の粛清に尽力。だがほどなくして彼の尊敬する芝氏が他界してしまう。芝氏の権力は弟の芝生に受け継がれた。義弟は芝生を巨匠に置き、権力を発揮しないよう策を講じる。芝生もまた素直に帝の命に従っていた。国内に不穏な空気が漂う中、諸葛丹は征討大将軍に昇進する。先の戦で呉の孫俊を撃破した功績が認められたのである。諸葛丹はまず芝氏の墓を訪れた。自分を評価してくれた人に真っ先に報告をしたかったのだ。
しばし殿、私は身に余る事態に震えています。正統大将軍、犬と呼ばれる私が賜るにはあまりに重い役目。果たしてその大役を務められるかどうか。何度言ったらわかるのだ。犬とはこうあるものの意味。諸葛多摩、まさにお前のことではない。しばし殿って兄上なら言うよな。しばしょう殿、あなたという人は。そんなに怒るなよ。確かにふざけすぎた。この通り謝る。いや、そうではない。あなたの泣くにしばし殿を感じた。それに自分で驚いているのだ。やはりあなたは腐ってもしばし殿の弟。どんなに相性が悪かろうと、これから支えねばならぬ相手なのかもしれん。まあなんつうか、そう言ってくれると助かるぜ。だがあなたが人心の道を踏み外した時は遠慮なく粛清する。それが本来犬としての役目だ。わかった、ぜひそうしてくれ大将軍。受けたまわった。